静岡県代表飛龍高等学校主将桜井亮介です。このような状況の中でバスケができることに感謝し、一戦一戦一生懸命戦います。応援よろしくお願いします。自分の持ち味を生かしてチームを勝利に導きます。高校生活最後の試合なので一戦一戦楽しんでいきたいと思います。全力で楽しみ全力で戦います。最後の大会なので悔いのないように頑張りたいと思います。チームに貢献できるように頑張ります。楽しんで頑張りたいと思います。チームに貢献できるように頑張ります。ドロップタイムプレーでチームに貢献します。チームに貢献できるように頑張ります。一戦一戦全力で頑張ります。一戦一戦頑張ります。自分のできることを全力でやります。応援よろしくお願いします。頑張るぞ。